他にないかな、作るとこ。聞いてみたいよ、小田選手。俺もわかんないけど、最近ほら、ちゃんとした靴作るやついないだろ。みんな困ってんだよね、だから。全員が。どうしよう。なんで今の空いてるよ。え後ろ。雑音かな。違う、これさ、これすごい疲れるの、こうやって、これでしょ、ちょっとやって。はい、皆さん、まず足を持ってください。そして、これで跳ねます。床にお腹をつけない。普通の人は約10回で痛まります。山田選手はこれを50回やります。50回やります、山田選手。あーでやってみなよ、はい、あーができない、ちょっとやってみ。私はできます。はい、ちょっとやってみなよ。これ動かないか。これ動かないんですもん。今何時ですか。今ね、2時5分前。で、あの一応シャワー室ありますし、私がこの時にシャワー室あるってことを伝えて、私も山田さんと京子さんと2人から、ここ入ってメイク室あるじゃん、メイク室のシャワー室を使えるから、必ず回してね、言ったからね。あ、待ってください。すがちゃん、ここ立ってって、本当に。なんだろう。あー、よろしくお願いします。これ、ぜひものだって。もういつもこんなバカやってると思われたら、どうしよう。お金の困った方、現金5000円つきますから、いかがですか。これいいね、安くて。私5000円付きだよ。ちょっと高くない、これ。5000円付き。あ、付きか。漏れなく5000円ついてるんだよ。払うんじゃなくて。なるほどね。返すこともOKだから。なるほどね。買ってください。いい仕事しますんで。今日はメインイベントです。前女対決。前女対決です。振られなきゃ。何言うの。えバシッとちょっと決めてる。バシッと、バシッと何言うの。そうね。そう、どうレッスルマリンピアードはね、いいことないんですよ。最初ブル中野に金網からギロチンやられて KO されたりとか、
あと金網卓球やって盲腸避けてみたりとか、あとね、ブンナガの 3W に挑戦して、あの顔腫らしてみたりとか、ろくなことないんですけど、まあ、今日はね、今までで全部そのチャレンジャーの立場だったから、今回はね、あのこうチャンピオンの立場だし、まあ、立場は別に関係ないです。とりあえずあの今日は役払い、そういうものを全部ね、マリンピアードの役払いをしたいなと思いますけどね。で今日はちょっとビシッといきますね。相手がね、ちょっとね、怪我してるっていうのはあるんですけど、怪我してるようなんでしょうが、なんせあの相手は北斗晶ですからね、一癖も二癖もある相手ですから、あんまり怪我とかそういうことは関係なくビシッといきたいなと思います。あじゃん、体調は？体調はね、今いいですよ。結構ちゃん、なかなか、うん、怪我もないし、いて目いけだこの野郎どうですか、井上京子っていう。楽しみは楽しみなんだけど、楽しみにしてるだけに逆になんかヘマ入れそうで怖いの、うん、割りながら珍しく緊張してます。やっぱり巨匠としては巨匠いや、ただのババアとしては、うん、でもとにかくいいものを見せることが、まあ、第一の目標なんで、とにかく精一杯出し切れればなんとかなるんじゃないかなと思ってるんで、自分自身に葉っぱかけながら頑張ります。今日よろしくお願いします。年々硬くなっていきますから。何、吹け込む年でもないのに。いやもう今月25ですよ。おはようございます。ベネットが決まりとかもそうだったんだけど、今のところは31票なんとかだけど、パイオネーに乗ってたデビューがいい。なんかその若松の写真だけど、九州だね、九州だね。
レッスルマリンピアード93ただいまより開催いたします。全選手入場。リングコンダクター無限万華鏡60分一本勝負。
は JWP 尾崎真由美。年に一度ベイエリアで繰り広げられる夢の祭典レッスルマリンピアード、5回目を迎えた今年は以上全8試合を行います。どうぞご期待ください。なお全日本女子プロレスマット吉永選手、 JWT キャンディー奥津選手、負傷欠場のためカード変更がありましたことご了承ください。そして今大会アメリカよりレジー・ベネット選手が特別参加しております。どうぞご注目ください。ここでファンの皆様にお伝えいたします。全日本女子プロレスでは来る94年3月27日日曜日午後3時より横浜アリーナ大会開催を決定いたしました。来年3月27日横浜アリーナにどうぞご期待ください。それでは全選手代表して本日2度目の防衛戦を行う 3AA 世界シングルチャンピオンアジャコング選手より挨拶がございます。これまで何度か団体対抗戦を行ってきましたが、もうそろそろ誰が一番すごいのか分かってきた頃じゃないかなと思います。今日はその辺のところをしっかり見極めて厳しい目で見てください。それでは各選手が着用しております本大会記念 T シャツ投げを行います。以上をもちまして全選手入場式を終了いたします。選手退場。
全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズ、今回はですねレッスルマリンピアード93の模様をお届けしてまいります。やってまいりました。ここは東京ベイ NK ホール、女子プロレスとしてはですね初進出ということになりました。解説はいつものように斉藤文子さんです。よろしくお願いします。はい、NK に女子プロレス、そうですね、多分これが東京一おしゃれなビルディングですよね、こういう、ね、コンサート会場としては。はい、嬉しいですよね、この女子プロレスを。またここはちょっとね、今あのひな壇というか、高台からステージになってますけども、高ピーのように、入れるというね。そうですね。はい、いやそれにしてもあのオールスター戦数えること実に4回目なりましたけれども、はい、今回はあの実はメインがね、はい、アジア対北斗という全日本の、そうですね、実はでもこのカードは全日本女子プロレスとっておきの一番ですから。とっておき、実はこのカード1年半ぐらいはもう寝かせてあったわけでしょ。そうですね、また1年前のアジャコングと1年前の北斗晶ではそのグレードがまた全然違いますし、今はそうですね、機を熟したシングルの名イベンター2人が、この舞台で戦うということ で、ね、オールスター戦はある意味で超えた戦いをね、個人としてのどちらが本当のスーパースターかということですね。はい、シングルのタイトルマッチやっていただきたいと思います。はい、はい、まあ、もちろんね、メインイベントの他にも山田関西あるいはトヨタ尾崎、山田関西も結構すごいですよ。すごそうですね。はい、後半はねシングル4連戦ということになりますので、はい、ぜひ、ご期待ください。まもなくゴングです。